味みたいなのありますか？趣味、そうですね、漫画とあとゲームとか、ちょっと引きこもりな引きこもりの趣味なんですけど。そんなに日焼けしてんの、はい、アクティブな引きこもりなるほど、はい、引きこもり界で多分一番色黒だったそうかもしれないですね日を浴びてる引きこもり。その漫画でいうとおすすめの漫画みたいなのありますか？と今すごい気に入ってるのは東京卍リベンジャーズっていう何の漫画か分かんないですよね。まだ分かんないです。ちょっとヤンキー漫画なんですけど、あの新宿スワンを描いた人がちょっとこう新しく出した漫画で、タイムリープありサスペンスあり恋愛ありちょっとこうヤンキーもありみたいな漫画ですね。漫画の全部いいとこ取りみたいな。あ、いろんな要素は入ってると思います。すごい面白い。おすすめ漫画です。おすすめ漫画、あと、まだあるんですか？あともう一つあって、コタロウは一人暮らしっていう、なんかすげえ寂しそうですちょっとこれはそうですね、幼稚園児ぐらいのコタロウくんが一人暮らしをしてる話なんですけど、ちょっと切ないですね。けどこの人間模様というか、こう周りの人が優しかったりして、すごいこうグッとグッときます。全国のひきこもりゴルファーとか見てほしいですぜひぜひ、はい、かなりジャンルが違う2つなんですけど、うん、面白いです。じゃあ今日もそれ持ってきてるんですか？持ってきてないですよまさか。あ、でも LINE 漫画に入ってます。入ってますか？持ってきてますね。持ってきてますじゃあ明日頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。